例えば台所にね、輪ゴムなんかを置いてると、昔はよく油でギトギトになったり、ゴムには摩擦力と実は油を吸う力、吸油性っていうのがありまして、もうね、特殊なゴムの微粒子を、このスポンジだったらこの白いところに、で、その内職にしてもね、もうぐちゃぐちゃ安値なんで、ね、出てきました。はい、皆さんこんにちは。株式会社ジルベルトの谷口と申します。よろしくお願いします。お願いします。はい。谷口さん。はい。ここはどこですか？ここは兵庫県稲美町っていうところで。この子ですね、スマボースポンジが、生まれた場所でもあり、僕たちジルベルトの、障害者スタッフですね、利用者さんがここの工場で、LINE の仕事をさせてもらった、会社さんですね、株式会社なちはまさんっていうところです。はい、ここは何の会社さんなんですか？ここは、製造業なんですけど、主にブラシとかスポンジとか汚れを落とすような商品っていうのを作ってる会社さん。はい、ちなみに岡地、クイズ出すんやけど、はい、このなちはまさんのコンセプト知ってる？はい、綺麗に洗うことが地球を汚すことであってはいけないですね。めっちゃ良くない？めちゃくちゃいいですね。めちゃくちゃいいです、ね、素晴らしいです。はい、まあ、今日はスマボースポンジのこの商品力の秘密だったりとか、実際に僕たちにお仕事を振って障害を持っている方に対して、まあ、どういう思いでお仕事を振っていただけたのかとか、まあ、その辺りをちょっとインタビューしたいと思ってて、高社長直々にアポイント取ってきたので、今からインタビューしていきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。はい、お世話になっております。本日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、そしたら、最初に自己紹介の方、改めてよろしくお願いします。はい、株式会社なちはまの代表取締役のコウと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。結構、コウ社長とお付き合いさせてもらってからは、4年ぐらいですよね。4年ぐらいになるんですかね。4年ぐらいのお付き合いになるんですけど、今日、製造元取材っていうことで。はい、今日はインタビューさせてもらうんですけど、大きく2つの、セクションというかについてちょっとご質問できたらなと思って、1つ目は製造元なのでスマボーの、効能というか、はい、商品力についてお伺いできたらなと思うんですけど、はい、そもそも僕たちもゴム加工をして汚れをこうずらして落とすみたいなところを聞いてはいるんですけど、なんかこれはそういう加工方法があるみたいな感じなんですか？そうです。特殊なゴムの微粒子を、このスポンジだったらこの白いところに、はい、吹きつけてあるんです。で、なのでゴムの摩擦力、ゴムには摩擦力と実は油を吸う力、吸油性っていうのがありまして。あ、そうなんですね。うん、その2つの力を使って汚れを落とすんです。吸油性ってあんまり皆さんご存じないかもわかんないですけれども、はい、例えば台所にね、輪ゴムなんかを置いてると、昔はよく油でギトギトになったりとかなってましたね。最近は少ないけど、ガスのホースなんか、コンロのホースとかが昔につながってて、そこだけがやたら油でギトギトベタベタしてましたね。そうね、それはね、空気中の油なんかをこう吸い付けて、へー、あんなふうになるんです。輪ゴムベタベタしてるし、はい、ホースもベタベタしてるの覚えてますもん。あ、あれ吸ってるってことですか？そうです。へー。あとはその、ね、エスカレーターのベルトとか、やたら黒く汚れたり汚れをつけてくるでしょ。ゴムにはね、その油とか汚れをひっつけるという力が、もともとそういう力があるんですね。なるほど。それと摩擦力、車のタイヤもそうですし、滑り止めとか大体いろんなところにゴムがついてると思うんですよね。確かについてますね。うん、だからその摩擦力でまず汚れをこうずらすわけですよ。で、そのずらして、でそれを汚れを吸油性油を吸う力でひっつけて取ってると。ああ、なるほどですね。でもう一つ、うちの商品は必ず水を使ってくださいって言うんですよ。はい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 。で、なんで水を一緒に使わないといけないかっていうと、はい、その水と油っていうのは仲が悪いですよね。あ、確かにね。でこのゴムの力で汚れをこうずらします。でそこに水が入り込みます、はい、そうすると一旦ずらした汚れが再付着しないんです。水の上には油汚れつかない。ああ、なるほどですね。うん、だからどんどん汚れをずらし、ね、ゴムがひっつけて取る、そこに水が入り込むことによって再付着しなくて、ちゃんと分離しちゃうってことですね。だからこのスポンジが汚れをどんどんひっつけて取っていくという原理で取るんです。なるほどですね。なんかゴムって言ったら、なんかこう消しゴムのなんか、はい、イメージなのかなと思うんですけど、消しゴムってこう消しカスが出るじゃないですか。はいはい、出ますね。これはまた違う原理なんですか？これ消しカスが出ないんです。じゃあ汚れは一旦こいつにこう付着して、ひっつきます。でその後はどうなるんですか？でこっちにひっつけた汚れは、はい、その時だけはね、まあ、水洗いではある程度取れるんですけども、はいはい、石鹸をちょっとつけていただいて、はいはい、ゴシゴシやると取れます。一旦じゃあこいつについたやつが、石鹸つけることで落ちるので、はい、何回も使えるってことですか？そうです。なるほどなるほど。なんか実際その使っていただいた方の声聞いてたら、やっぱりそのキュッキュッてこうなることでなんか汚れ落ちてる感って、僕もまあ前まではこう思ってたんですけど、あるじゃないですか、はい、実際そのこのゴムの素材を練り込んだこのスポンジで、はい、油汚れも実際に落ちてるってことですか？もちろん油汚れ取れます。へー。ただね、はい、あまりに大量の油が出てきた時にはさすがにこのスポンジだけでは取れないんですよ。なのでまあ、例えばフライパンで油がギトギトしてる場合は、古新聞とかね、古い紙なんかで油の大きな部分をどけていただいて、油膜になったような状態であればこのスポンジでもきれいに取れるんですけども。なるほどなるほど。もう溜まってるような油を吸うものではそもそもないから、はい、最初に拭いてってことですね。そうですね。まあ多分そういう油汚れは皆さん洗剤使うと思うんですけども、はいはい、洗剤でもね、大量の油汚れが出てきたらかなりの量の洗剤を使わないと取れないでしょ。確かに確かに。はい、そういうことで、うん、そういう場合はやっぱり最初に油汚れ、うん、大まかな油だけはどけといてもらうと、うん、これで十分落ちます。なるほどですね。はい、ありがとうございます。ちょっと商品力については、うん、ちょっと社長から直々にお勧めいただいたので、僕も改めて理解しました。もう一つ言うとね、匂いが取れるかとかよく言われるんですよ。ああ、確かになんか匂いってありますもんね。あ、どうなんですか？匂いも取れます。なるほど。っていうのは匂いもね、結局匂いのその分子なんですよ。で、そういう匂いの分子が取れればいいわけで、これは先ほど言った摩擦力でいろんな汚れやその匂いの分子とかそういうのもずらして取っていきますので、はい、基本的にはそのお皿なんか洗うとお皿に何も残らないような状況になります。じゃあ汚れも取れるし、うん、その匂いの分子も取れるので、原理的には匂いも取れていくってことですか？はい。へえ。これはね、あんまり表で言うとちょっと洗剤メーカーさん怒られるかもしれないですけども、洗剤の匂いってあるでしょ。結構いい匂いしますよね。で洗剤もあれ油なんですよ、基本的に。界面活性剤ってやつですか？界面活性剤っていうのはね、結局水と油って仲が悪いってさっき言いましたけども、その仲の悪い水と油を仲良くするのが界面活性剤っていう、その水と油の界面を活性化させてこう混ぜるのが洗剤なんですよ。だから洗剤っていうのはその油汚れを水に溶かしてね、まあ溶け合うようにして水で洗い流しちゃう。だから油汚れを溶かして洗い流すのが簡単に言えば洗剤の原理です。合体させてもう洗っちゃう。そうですそうです。なるほどなるほど。ただその合体させたその油分っていうんですか、それがね薄く膜で残ったり、よく残留洗剤っていう言葉、聞いたことあります。それがそういう膜になってこう残ったりするわけですね。でその時にその洗剤の匂いもさっきも言いました分子になって、お皿洗った後に匂い嗅いだら洗剤の匂いが残ってることってありませんか？あります。いい匂いやな、残ってるんですよ。だからそういうことで、それがうちの商品でいうとその摩擦力で全部取っちゃいますから、薬品の力じゃなくて摩擦で取るので何も残らないと。だから匂いも取れるんですね。そうか、なるほどですね、うん、それなんかその今僕らの検証の動画でも使ってるんですけど、メラミンスポンジってあるじゃないですか、はい、あれはこう削っちゃうのでそもそもが違う原理っていう認識でやってるんですか？そうですね。あちらはまあ研磨で言われますね。ああなるほどなるほど。やっぱりそのお皿とかその浴槽とかって表面って最初はツルツルしてるってことですよね、メラミンスポンジ使っちゃうと傷がつくからダメっていう認識で大丈夫ですか？傷というかまあ細かい傷なんでしょうけどね、研磨で。はい、あれはスポンジは自分をもうボロボロと潰れていくと思いますけど、自分をこう崩しながら研磨していくような感じですね。だから細かい傷がつくので、多分説明書には、はい、そういう貴金属とか、あ、書いてますね。そういうところには使わないでくださいってなってると思います。なるほど、はい、ありがとうございます。ちょっと匂いも落ちるっていうところはね、僕らもそこまで知らなかったので、はい、ありがとうございます。まあそこ商品力というか一つと、うん、あとはそもそもの、お付き合いのきっかけっていうのは、まあ、冒頭でもお話しさせてもらったんですけど、まあ、弊社の障害者スタッフ、いわゆる障害当事者が、那智浜さんの工場での LINE の仕事をさせてもらうっていうのが、3年前4年前ぐらいにきっかけで最初のきっかけだったと思うんですけど、実際その前から内職の作業、本社の内職の作業って事業所さんに振ってはってるじゃないですか。か、はい、あれってなんかもともと経緯とかってあるんですか？あれはね、多分その事業所さんが営業に来られたん違うかなと思います、ね、あ、お仕事させてくださいみたいな、はいはい、なるほどなるほど、でまあ仕事内職でねやってもらったら丁寧にしてくれるし、ね、値段も非常に安いし、でそういうことでいろいろお取引させてもらってるところがね、何か所かそれでありましたね。実際の千浜さんだと、まあ、本部があって、で製造の部分があって、うん、で最終こう加工の内職的な部分があるじゃないですか。ここをまあお仕事として発注してたと思うんですけど、実際僕たちが入らせてもらったのでこっちの LINE の製造の方やったと思うんですけど、そこにこう障害持ってる方を受け入れるって、まあ、いわゆるこう僕たち最低賃金のそのいわゆる現状の人が働いた時の時給分でお仕事させてもらってたと思うんですけど、そういう障害持ってる人を単価出来高ですよね、1個何円じゃなくて時給でこう雇ってみるって結構なそのリスクじゃないですけど、あったかなと思うんですけど、その時のその高社長の障害持ってる人のその労働というか労働力とかに対してのなんかイメージとか先入観ってあったりしたんですか、もともとは。そうですね、だからもうその4年前でしたっけ、その谷口さんとこう、ね、お会いして、でまあ、そのぐらいかな、まあ、あるね、その事業をやろうとしてるときに、はい、障害者のその就労に関する現状の話を聞いて、でその内職にしてもね、もうむちゃくちゃ安い値段で、ね、安い値段でみんないろんな会社が出してるじゃないですか。はいはい、でうちはなんかまあ確かに補助金があってそういうので回ってるのかなとかこう思ってね、まあ安いし普通に丁寧な仕事としてやってたんですけども、まあその裏でやっぱり働いてる人の気持ちとかね、まあそういうのもいろいろこう見えてきて、時間売り上げが30円40円の仕事にしかならないね、そんな仕事をその事業所さんが受けてやってるわけですよ。それって何やと、まあ、でそれを例えば働いてる方が知った時に自分の価値は時給、1時間30円40円しか、ね、稼げない人間かという、それもひどい話やなと思いましたし、であとはその、まあ、うちは今、9歳の子供がいるんですけども、はい、でもう結構高齢出産だったんです。うちの家内も僕と同い年なんで、はい、42の時に初産だったんですけども。はい、ハイリスク妊婦というので、はい、障害を持った子供が生まれる可能性も非常に高いと言われて、だからまあ他人事じゃないなというふうに思いました。で、途中でね妊娠してる時に病院から何ヶ月かな忘れましたけど、出生前のね、そうそうで血を抜いて、はい、遺伝子が正常かかな、なんか障害持ってるか持ってないかとかをこう調べますかと言われた時に、うちの家内がね、そう言われたけども、今私のお腹をね、お腹も大きくなってこんだけ蹴ったり殴ったりしてねでこんだけ私を苦しめてる、この子の顔をね、私も見ないわけにはいかないと。それが仮に障害があったからって言って、じゃあどうするの、下ろせっていうのとかね、まあいろいろ思って、だからもう検査しなくていいやんと、どんな子がであってもうちの子であって、うん、とは思いました。まあ障害を持つっていうのは生きていく上でその子がいろんなハンデを背負って、はい、ね、大変なのかなとは思うんですけども、まあそれでもね、まあ、そういうのがこういろいろこうあったので、うん、障害者の方に対しては一言ではないという感じをなんか受けてたんですよ。はい、言ったらうちの子供もね、はい、同じようになってるのか、同じような。ことでこう悩んだりするのかなと思うと、うん、まあそれで今回ね、スマボーのスポンジを企画っていうのが、これ結構この時期まで言うと1年半ぐらい前に、うん、現場の担当の方と高社長にちょっとこういう形でって企画をお伝えさせてもらったと思うんですけど、まあ御社のこの技術力とか商品力を持って弊社がこのスマボーっていうキャラクターを使ってスポンジを作りたいってお話をさせてもらったと思うんですけど、これってOEM っていう形に当たるのかなと思うんですけど、なんか OEM のなんか依頼とか自体はなんか結構来たりとか、そういうのはよく受けたりとかするんですか？そうですね、最近 OEM の話は非常によく聞きます。ありがたいことに。まあいくつか夏山の名前じゃなくても売れてる商品はあるので、それの製造元というのでそのやりたいという話はやっぱりよく聞きますね。で、まあ、ほとんど断っております。でそれってなんか受けない理由とかってあるんですか？まずね、どこどこで売れてるからうちもやりたいって言われたら、ね、最初に言ってくれたらやったかもしれないけども、はい、人のが売れてるのを見てうちもやりたいっていう、それはうちにとってもメリットはないわけですよ。同じ市場をね、っていうのもあって、それとやっぱりそういう後から言われた時に最初に勇気を持って作ってくれやってくれたところに対して申し訳ないなと思います。やっぱりその義理の部分がまずありますし、はい、で大体そういうとこっていうのは商品に対する愛情があんまりないわけです。お金儲け、売れてる実績があるからしたいという、で僕はなんかそこよりもこういうコンセプトでこういう思いでこんな商品を作りたいとか、はい、そこが大事で、でそれがないところが多いんですよ。でうちが売ったらこれぐらい売れると思いますとか、お金の売り上げの話で来られてもそんなになんか心が惹かれない。で僕はこの会社2代目なんですよ。うちの父親がやってね、2代目です。2代目父親が死んでから僕社長になってるんで、もう20年ぐらい前の話ですけど、まあ、この商品ね、うち創業37年、うちの父親が最初にやりだした頃っていうのは僕は小学校の頃だったんでね、で小学校の頃に家の屋上で父親とうちの弟とね、作って、その時はもう最低賃金ももらえないんですよ。時給50円で僕ら小学生を働いて、で今そういうちっちゃい時に父親とこう作った商品で、今僕はそれで商売させてもろて生活ができてると思うと、うちの商品僕からすると子供みたいな。確かに思い入れがね、全然ね違いますよね。その可愛い子供を売る時になんかもうお金だけでこう買いたいって言われるとね、なんか悲しくなるというか、もうこの子はもうすごくこの商品も最高にいいやって商品に惚れ込んでね、どうしてもこの商品をこんなことでやりたいとか言われたらちょっと心が確かにそうですよね。でそれとうちは水だけで汚れを落とすという商品、で皆さんよく例えば水に流すという言葉言いますよね。で多分家の流しでもお掃除でも汚れは全部水に流して「はい、お家はきれいになりました」と思ってると思います。でもその汚れた水はどこに行くんだっていうのをね、あんま考えないわけです。でその汚れた水、もういろんな洗剤や油やダー流したやつはどんどん流れていって下水道からね、でまあ処理されて最後川とか海とかに流れていくわけですけども。一度汚れた水をね、本当元通りにするのは大変なことで、うちとしては最初から汚さなかったらええのにと、ね、なるべくその汚れを少なくする、でまあ、日本は水って水道の水飲めますけどね、その水道の水が飲める国ってもうむちゃくちゃ少ないわけですよ、世界で見たらね。それでは体洗ったりトイレ流したりしてるような贅沢に国だから、あんまりそんな意識がないかもわかんないんですけども、やっぱり水はこれからどんどん大事になってきます。その時にできたら汚してからどうこうするよりは最初から汚さない、そういうコンセプトでこの商品ずっと作ってます。これはもううち創業以来ずっとそのコンセプトなんですよ。ただこの商品も最後はゴミになります。だから環境のことを歌いながらやっぱり最後は環境を汚す部分もあるんですけどね、まあ、そこはね、人間生きてたら多少しゃあないなというのもあるんですよ。でもそれでも極力少なくしたい。だからよその商品、まあ、うちのブラシなんかは1個で2年3年持つわけですよ、だから2倍3倍長持ちにする商品を作ることでゴミはその2分の13分の1に減らせる。なんかね、できることをできる限りそういうふうにしたいなとは思うんですけども、まあ、ゼロはなかなか難しいです。でもできるところからですよね。そうですね。入り口から、まあ、そもそも汚れを出さないっていう方がいいじゃんっていうところですね。そうですね。だからまあそんな思いでこうエコな商品をこう自分の中ではいろいろ悩みながら、今うちの考えるエコはまあ今のところもこれこっちかなとかねいや悩むんですよ。このでもできる限りなんかその環境負荷かけないようにとは思いながらものは作っております。うん、で、須磨っていうのは私も神戸生まれなので、須磨の海岸っていうのは小さいとこからこう行くわけですけど、そこの海がね、昔は汚かったけど今ちょっと綺麗になってきたなという思います。だからその須磨の人、特に海で生活する人なんかは海の汚れに非常に敏感ですしね、でそういう皆さん意識を持って海に水になるべく余分なもの流さないという意識を持ってもらうという意味でもキャラクターがついてね、こう出ていくというのは面白いですし、いくらいい商品でも実際人が使ってくれないと何の意味もないんですよ。だからこういうデザインにしたりとか、子どもたちがこれかわいいとか言ってね、そうやって使ってもらったりとか、そういうことが大事で、その時にもこの形見たら非常にかわいくてですね、面白いなと、なのでぜひ、ね、一緒にこうやって作って発売、できたらなと思いました。私も楽しんでありがとうございます。そんなスマホスポンジをね、しっかりPRしていけたらなと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。